ポルトフィーノはイタリアの高級自動車メーカーフェラーリが生産しているスポーツカーである。フェラーリは2017年8月23日に同年9月に開催される予定のフランクフルトモーターショーにてカリフォルニア T の後継者にあたるポルトフィーノをワールドプレミアすると発表した。社名のポルトフィーノはイタリアで最も美しい街として知られる港町。 ポルトフィーノが由来で9月には一般公開に先立ってポルトフィーノで発表会が行われた。日本では2018年2月に正式発表された。FRV 型8気筒2プラス2クーペカブリオレは先代モデルから踏襲。シャシーは新設計されデザインはフェラーリデザインセンターが担当。横方向に伸ばされた LED ヘッドライトと 左右両端まで伸ばされたラジエターグリルが相まってワイドアンドロが強調されている。ヘッドライトの外側のエッジにはフロントのホイールアーチを経て側面に沿って気流を排出しドラッグを軽減するエアインテークが内蔵。また特筆すべきはクーペカブリオレでありながら前例のないツーボックスファストバックスタイルが採用されていることである。エンジンは カリフォルニア T のエンジンをベースにしているものの、ピストンとコンロットは新型。エアテークシステムの設計やエンジン制御ソフトウェアの見直しにより、先代モデルの最高出力 560PS、最大トルク 77KGM の比で、パワーは 40PS、トルクは 0.5KGM 高められ、600PS、7500RPM、最大トルク 77.5KGM。 3000から 5250rpm を発揮する。これにより0時速 100km 加速が3.5秒と、先代モデルの3.6秒から0.1秒短縮。最高速は時速 316km から時速 320km 以上にアップした。環境対策にも気を配り、アイドリングストップをはじめとするヘレシステムを装備し、 パワーアップをしながらも欧州複合モード燃費は 9.5km リットルを維持。CO2 排出量は先代モデルの 250gkm から 245gkm に削減されている。フランクフルトモーターショー2017フェラーリ・ポルトフィーの発表へカリフォルニア T 光景は600馬力レスポンス。ありがとうございます。